はい、どうも、メンヘラおじさんです。お疲れ様でございます。まあ、ショート動画ね、何本か上げてるんですけども、まあ、とりあえず仕事を行って1週間終わりましたという感じでございます。まあ、今週ちょっと多めに行けたかなというところでございまして。で、今ね、ノーネームさんからちょっと、まあ、楽天銀行がですね、上場したので、まあ、それについて、どう思いますかっていうことで来てるんですけども、まあ、ニュース見たらですね、予想よりも、まあ、結構高めに値がついたというところでございます。で、まあ、個人的には、買うか買わないかで言われたら配当がまだないんでね、買うのはちょっと怖いなというところですね。まあ、いずれ配当を、まあ、つけるということと、あと、まあ、新株発行はしないというような形なのかな、今のところはというところですね。はい、なんですけれども、まあ、言うたら、売った先の楽天本体がね、やっぱり、まあ、通信事業で、すごい大赤字を出してて、まあ、そのために虎の子の銀行の株売ったというか、まあ、そうやって上場して資金調達しないといけない状態なんだろうなというところが、まあ、結構こう大枠の見方で、それがまあそんなに大きく外れてないだろうというふうにはおじさんも思ってます。で、ただ、なんか今日の報道で見たら、ブロードバンド通信っていうんですかね、高速通信の、言うたら今、許認可を取りに行ってると楽天が、というところで楽天モバイルが息を吹き返すというか、またこう、イケイケになってきたらまた状況変わるかもね、とか、まあいろいろ、妄想、憶測、まあいろんな情報が飛び交っているというようなところでございます。で、まあもう一つの理由は、SBI がですね、まあ、言うたら、ちょっと前に上場しましたよねと。で、その時の株価がまあまあいいんですというところなんで、まあそれに引っ張られてじゃないかなっていうところもあるんですけども、おじさん的には SBI の銀行と、言うたら楽天銀行やったら SBI 銀行の方買いますねというところですね。一応ね、200円ぐらい、楽天証券の、市況かを見てる限りでは楽天銀行は0円。で、SBI は200円ぐらい配当が出るっていう風になってるんですよね。っていうようなところから、まあ、配当の利回りだけで言ったら、そっちの銀行の方がですね、いいという風には見えます。もちろんその時価総額とかいろいろ違うんで、一概には言えないというところと、その、楽天銀行のいいところはやっぱり楽天、経済圏っていうのがガチッと出来上がってると。でソニーもソニーでソニー生命とかね、いろいろソニーフィナンシャルとか上場してるんですけども、ソニーのその言うたらグループでの互換っていうのはあまり、言うたらまああまり発揮してないわけじゃないんですけども、収益としてはもうがっちり金融が抑えてる。ソニーの中でも金融っていうのは確固たる基盤になってるんですけども、楽天に関してはそもそもの本業がまあ言うたらふわっとしてて、で、言うたらポイント経済圏っていうのもちゃんと確立してるので、ソニーに比べるとそのシナジーは生みやすいかなと思ってるんですけれども、まあ思っているものの、やっぱりその言うたら楽天市場っていうのがですね、まあ、言ってしまえば、アマゾンとか、ああいうところと戦わないといけないってなった時には、ちょっとなかなか心もとないかなというところがあったりとか、まあ今のその通信事業のところとかを考えると、なかなかその楽天という名前だけではですね、難しいのかなと思います。それでも、やっぱりまあ、今のその登録者数とか、預貯金額とかで、言うたら結構バカにならんぐらい集まってるのでですね、それが強みになるのかなというふうに思いますけども、値段が適正かと言われたらよくわからんところですね。本当に相場のみがわかるような状況ですよねと。で、銀行株って結構こう配当利回りが下支えになったりするんで、まあだって三菱 UFJ でもですね、3点後半ですよね。4% いってた時もあるぐらいなんで、そんな銀行とかの利回りの平均とかを見ると、やっぱり利回りゼロっていうのはちょっとやっぱ怖いところではあると思うんで、需給関係が一旦落ち着いて、配当をいくら出すかっていうのが決まって、下値が決まるかなとは僕は思ってるんですけども、まあその常識は今は、今日現在ではだからその通用しないわけですよね。なので、需給を読みながらですね、持っていくしかないんですけども、その外部要因に結構左右されたりとか、まあ日銀の政策に左右されたりとかっていうのが、配当があるところに比べたら結構ダイレクトに来るというふうに思っているので、その辺のところは、ちょっと不安で、まあ、一方で SBI の方は、まあ、ちゃんと配当を出していると、まあ、配当が
減る可能性もあるんでね、配当利回りだけを見てる場合ではないんですけども、まあ、今日のヤフーの、配当利回りランキングでもトップ50には入ってますから、結構な利回りでございますから、なので、事業として良い悪いはちょっと別として、その、株ですね。株として利回りがいいのか、あるいはその将来性があるのかというところでは、まあ、公募価格も、まあ、そもそも低くなってたんでね、そこは、まあ、言うたら、低くなってたところからのその勝ち上げっていう形で上がったんですけども、今後どうなっていくかはおじさんわからんというところと、まあ、長期的に持つならやっぱり利回りであったりとか、優待であったりとか、そういうものを下支えの材料にして上に上げていくっていう、ことをした方がいいんじゃないかな、特に銀行はと思うんですけども、まあそれでもですね、言うたら店舗を持たないっていうところで考えたら、まあ既存のね地銀とかに比べたら、まあ随分その、状態も軽いし業績もいいしというふうには思うんですけどもね。はい。なんですけども、まあ、そこのところ、じゃあ、どこと比べんねんっていう考えたら、まあ、セブン銀行とかじゃないですかね。セブン銀行、まあ、金額的には今200数十円なんですけども、あそこもでも、ね、言うたらちょっとは配当出してますから。でも、考えたら、そういう無店舗型ですね。ATM と、あとまあ、言うたら、ネット上でのそのまあ、預け入れっていう形で考えたら、じゃあ、あとはソニー銀行とか、ソニー銀行、ソニーフィナンシャルとかね。そういうところとのまあ、比較になってくるのかなと思うんですけども、まあ、まだまだ、まあ、初日がこれで、出来高もものすごいんで、まだまだ、言うたら価格帯が決めるにはですね、ちょっとまだ早いんですけども、まあ、そういう要因で、おじさん個人としては、まあ、個人の感想ですよ。いきなり手を出すっていうような感じにはならないと思います。手を出すなら多分 SBA の方出すと思います。まあ、もっと言うならセブン銀行が2万円ぐらいで安いんでそっちの方買うと思うんですけどもとかね、あるんですけども今後どうなっていくのか、まあ、見ながらじゃないとわからんなというところですね。わからんのかいっていう話なんですけども、まあ、そんなもんです。はい、以上です。